ね。スタジオの皆様こんにちは。本日はスカイマーク712便、東京国際空港羽田行きをご利用いただきまして誠にありがとうございます。出発に際し携帯電話、スマートフォンなど電波を発する状態にある電子機器は主電源をお切りいただくか機内モードでのご使用をお願いいたします。また15列目、16列目の非常口座席にお座りのお客様には緊急脱出の際の援助をお願いしております。援助内容につきましては非常シートポケットにございますインフォメーションカードをご確認ください。ご協力をお願いいたします。ただいまより非常用設備についてご案内いたします。お近くの客室乗務員にご注目ください。座席前ポケットに安全のしおりがございます。合わせてご確認ください。シートベルトについてご案内いたします。着脱方法をご確認ください。離陸・着陸時シートベルトサインが点灯している間はシートベルトを腰の低い位置で緩みねじれがないようしっかりと締めます。飛行中の揺れに備えシートベルトは常にしっかりと締めください。外す場合はこのように金具の片方を持ち上げてください。離陸・着陸時座席の背とテーブル肘掛けを元の位置にお戻しください。酸素マスクについてご案内いたします。使用方法をご確認ください。機内に酸素が必要な状況になりますと酸素マスクが上から降りてきます。マスクを顔に強く引き寄せ鼻と口に当てゴム紐を頭にかけてお使いください。ゴム紐の端を引くと長さの調節ができます。非常口並びに脱出方法についてご案内いたします。飛行機が完全に停止した後乗務員の指示に従って脱出してください。非常口は機体の前方、中央、後方、合計8箇所ございます。お近くの非常口をお確かめください。脱出口には滑り台があります。腕を前にしっかり伸ばし上体を起こしてバランスを取りながら滑ります。ライフベストについてご案内いたします。ライフベストは座席の下にございます。お子様用のライフベストは客室乗務員からお渡しいたします。袋から取り出し頭からかぶります。次に背当て布を後ろにし両側の留め具を前の差し込み口に入れしっかりと締めてください。前の赤い引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を拭いてください。ライフベストは脱出の妨げにならないよう非常口のところで膨らませてください。座席前のポケットに安全のしおりが入っています。離陸前にご覧ください。引き続きご案内いたします。これより客室乗務員が皆様のシートベルトの着用状況やお足元のお手荷物の収納状況など